この先自動運転がどんどん発展していく、その未来図、例えば2020年オリンピックの時が一里塚ということでした、うん、その先の世界、2025年、2030年、もっと先、うん、こういったものはどのような未来が描けるんでしょうか。うん、まあ、1997年の京都議定書の時にプリウスが出て、なんかこう21世紀未来を見せてくれた感じがあるんですけど、まあ、でもその、まあ、ハイブリッドというパートレーンのところにはちょっとこう未来感があったんですけどね、まだ人間がハンドル握ったりとかブレーキ踏んだりしてるところに、今度自動走行っていう話が出てきて、まあ、それと同時に、まあ、あのバッテリーの EV と水素燃料電池、まさにこういろんなものがその2020年以降出てきますよね。ですからずっと水素とか ITS とか追っかけてきた私としたら、まあ本当にそのようやくこういう時代が来たんだなっていうのが多分実感としてますます感じられると思うんですけど、意外にね、あの EV がこう非接触の充電とか、あと走りながら充電する研究なんかをやってる自動車メーカーがあるんですね。今現在の EV というのはきちんとプラグにこう刺さないと充電ができない状態ですよね。それが今時間かかってしまったりとか、だから充電側にバッテリーのイノベーションというよりも充電器のイノベーションが起きると、高速道路を走りながらあのガードレールから強烈な電磁誘導で、まあ、電磁共鳴とかいろんなやり方あるんですけどね、まあ、今その宇宙に太陽光を飛ばして宇宙から電気エネルギーもらうなんていう研究ももう夢物語ではないですよね。だからそういうものが入ってきてしまうと、意外と EV が高級車の世界は EV になるのかなと。なるほど。今までは EV に蓄電できる量が非常に少なくて短距離走行しかできない、うん、でバッテリーのために小型車っていう、そういう発想でずっと EV が進んできたんだと思ってました。でもそうではなくて、バッテリーではなくいつでも自在に電力を供給できる仕組みが社会にあれば、車そのものは自由度がもっと高まって、高級車、大型車、もっと言えばバッテリーいらないかもわかんないですよね。バッテリーなくリアルタイムでずっと電気を受けながら走る、テレビとかバッテリーないじゃない。そうですね、まあ、交流がずっと、だからまあ極論すればね、給電システムにイノベーションが起きると、やっぱり電気で走らせた方が車は高級になりやすいと。高級になりやすい、例えば静粛性であるとか、そういう一番大きいのはパッケージ。今回のメルセデス・ベンツの F015 は、メルセデス・ベンツ S クラスのロングホイールベースとほぼ同じ長さなんだけど、タイヤが四隅にあるので、ホイールベース 3.6 メートルあるんですよ。初代 A クラスと同じホイールベースがあるのね。だからこれがバッテリーだからできるんであって、まあ、水素燃料電池車のトヨタの未来もスタックが床下の低い位置に置かれたでしょ。だから、電気駆動あるいは水素になると車のパッケージが変わっちゃうんですね。タイヤをもう四隅にしてキャビンに広く使えて、今までも巨大なエンジントランスミッションのためにスペースを取られていた。だからもうこの辺銀座の一等地なんだけど、エンジンのためにスペースを与えたようなもんだよね。人間のために与えられてなかったんですね。極論するともうボンネットの中身がなくなる。そう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 、もうあのバッテリーを分散しておけますよね。でワイヤーでつなげれば大丈夫ですからね。でモーターだって将来は、まあ、インホイールモーター、そんなにスピード上げなかったらもうできそうなんで、四輪インホイールモーターの EV だったらもうタイヤ本当に四隅につけられると。全長4メートルの車でも全長 4.5 メートルぐらいの車のホイールベースを持てるってことは、車の価値がガラッと変わっちゃうんですね。空間設計が全く違うものになってくる、うん、そういう見方で EV を見ていかないと EV を本当に生かすことにはならないと思う。CO2 減らすとかそういうことだけではなくて、 CO2 だってそれ EV はちょっと怪しいのは、火力発電で炊いたらちょっと分かんないところありますよね。水素だと同じですよね。だからあんまりその CO2 論にとらわれないで、車のデザインを変えられるんだ、パッケージが変わるんだ、そうすると車の価値が変わるんだっていう視点で EV、 これからの e モビリティを見ていかないといけないと思うんですけどね。と動力源、電気の供給については外側の方が変わっていく、で車の中はすごく快適になっていくと、今までとは全く違った運転ドライブ体験ができるような世の中になっていくってことですよね。そうですね。だから自分が運転レベル3で運転しないんだったら、エンジン音が邪魔になる、雑音になってくるから、運転してるから
BM のエンジン音が気持ちいいねとかって言ってるんですけどね、運転しない瞬間にうるさいってあります。その時は黙らせたい時は電気出してとかね、とプラグインとか、まあ、そんなようなイメージですね。だから電気駆動と e モビリティとオートメイテッドドライビングシステムとコネクティッドは、この3つ三位一体のイノベーションが大きいんじゃないかなっていうのは私のイメージですね。三位一体のイノベーションが起きるためには、やはりコンピューターの高度化というのが非常に重要になってくる。そうなんです。性能を上げるには全部アップデートをクラウドにつなげとけば自動的にアップデートできるんで、いちいちディーラーに持っていかなくてもいいとか、うんうんうん、車自体がいろいろなことを車の中だけで完結していろんなことができるようになってくる。そうですね、あの前輪駆動か後輪駆動か四輪駆動かっていうのも全部コンピューターでできちゃうし、で今までも鉄の棒でつなげた結合してたような複雑なメカニズムがある日突然その本当にそのコンピューターの中から飛び出してきたような車に現実的になっていく可能性は大きいですね。そこに入ってくるのは人工知能ということになりますか？ AI と、あともう一つは今度運転手もドライバーも車と対話する、例えば CD とかね、とあの無機質なハンドルとメーターパネルに向かって喋るのって結構喋りにくいんですよ。だから最近 の, そのカリフォルニアのアートデザインセンターで若い連中がデザインすると、なんかこの辺がコクピット周りがペットみたいな可愛い感じになってきてるね。でそれはそのオーガニックデザインといって、まあ、あるいはそのメルセデスもアクアデザインって言ったりとか、その丸みを帯びたなんかこうものエッジを効かしたシャープなものから丸みを帯びた、まあ、より人間がそのハーモナイズしやすいようなデザインラングエージにしてインターフェースを良くしていくと。そうすると機械と乗っている人間とが親和性が生まれて、より良いそのドライブ体験になっていくということ。そうですね。だからそれは例えばロボットクリエイターの高橋さんという方とインタビューしたことなんですけど、やっぱ人型ロボットにこだわるのはインターフェースするときにやっぱ人型の方がいいだろうと。ですから車がもっとこう人間に近い存在になってくる、そういうデザイン設計が求められるんじゃないかなと思うんですね。でそのためには電気駆動の方がデザインをゴロッと変えやすいので、 EV の方が相性がいい、うん、だからピニンファリーナがフェラーリブランドでそういう未来の車をデザインしたらどういう格好になるのかっていうのは見てみたいよね。うん、本当ですね、うん、そうインターフェースがどんどん人間化していく、例えば疑似、ロボットアンドロイドみたいなのが、うん、例えば車に常に乗ってるとか、そういうことも可能性ってあるんでしょうか？だからあるレポート読んでたら車は自動化しなくていいと、あの鉄腕アトムを運転するからって言った人がいて、それもありだなと。なるほど、うん、そうですね、そういう発想。だからもう自分の代わりのショーファードライバーをロボットにやらすと、それもありだなと思ったんですけどね。その方が何か一緒にドライブが楽しくなりそうです。そうですね、シングルの女性たちに受けそうですね。それはそうですね、週末彼氏とドライブでも実はアンドロイドだったと。そして最新の情報はクラウドから落としてこれるの で、うん、で車はワゴン R でいいと。それはまだ今までの全然違うワゴン R の体験ですね。なるほど。いろいろ交通弱者と言われている方々、地方都市の高齢者の方々いらっしゃいます。その方々が自分で運転をすることなく病院にも行ける、お買い物にも行けると。そうするとコンパクトシティじゃなくてむしろ分散しちゃった方がお年寄りは景観のいいその好きなところに暮らしていいよ。で必要があればそこまで自動運転で来ればいいしね。お年寄りじゃなくてもそのいいところに住みたいという方々、うん、できますよね。そうだからモビリティにそのイノベーションが起きるとどういう社会になるかっていうのはもうものすごく魅力的でダイナミックな変化が起きると思うんですね。自分が日本の地図広げて好きなところであの生活できるよ。今までは移動に時間がかかったから例えば富士山の下で暮らそうと思ったら、まあ、1時間半は渋滞しなくてもかかりますよね。でもそれが、渋滞しててもあの嫌じゃなかったら渋滞の中で自動運転にして他のことができるんだったら移動時間2時間かけても別にいいと。今まで渋滞なくそうっていうこともありましたけど、別に渋滞が嫌じゃなかったら他のサブタスクができるんだったら別に渋滞でもいいじゃないのって。そうですよね、テレビ会議もできるし。そうすると自分はちょっと郊外に住もうとか、子育てにはやっぱり自然の中で東京の中で子育てするよりも田舎で暮らした方がいいですよね。でそういうことがやっぱ可能になってくる。それもモビリティだし、
あるいは観光なんかにしても、自分で運転するのは結構大変だけれども、いろいろなところを自動的に観光を案内してくれる。そしたらやはり海外の方々がたくさんお見えになっても、それでもどん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 観光も盛り上がっていきますよね。そうですね。海外の人来てなかなか日本で日本車、日本の車、京都とかね、その桜見に行くにしてもね、運転するのは難しいですから大型バスに乗っかってなんですけど、あれを小型モビリティで、まあ、ちょっとオートメーション自動でやってあげればね、すごくいい感じにはできますよね。だから観光にも使えるし、今日本の抱えている課題が随分これで解決されていくような。そうですね。そのためには、まあ、レベル3に行けるあの技術のハードルと、社会のその説明責任と、あとは法律の整備、この3つのハードルをどうやって超えていくかですね。でも課題が見えているということは挑戦しがいがあると思います。そうですね。あのこの議論はもうこの2年間ぐらい自動運転相当いろんな会議出たり取材会行ったりしてるんですけど、本当に日進月歩なんですよ。自分の半年前に書いた原稿は恥ずかしいぐらい、なんで俺はこんなことにその古いその価値観に縛られていたんだろうか的なね、原稿をたった6ヶ月前に書いてたんですね。電気自動車が高級車になるかもしれないといったようなこと、あの無人車なんてありえないって言ったりとか、今の自分からすればそんなことちょっと恥ずかしいですよね。でもバレーパーキング考えたらあの無人車ありだしね、高級車考えたら自分が運転しないんだったらエンジン音邪魔だなと思う、だったら電気の方がいいよなとか、うん、あるべき姿を考えて、そこから今現在クリアしていくべき課題は何かっていうのを一つ一つブレイクダウンして考えていくと。そうですね。未来見てバックキャスティングで戻って、それが今から私たちのやるべきことですね。そうですね。僕自身もやっぱりそこが今ライフテーマになってってますね。